これはどうしても伝えたいっていう風になっていったっていうのがすごいあるかな。だん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 また音楽の素晴らしさをより思い出すようになったというか、よりこうハートで作ってる感覚が自分の中にあるから、ちょっと進化したなって自分の中でもすごい思ってますね、うん。まあ、いろんなところを転々としてきたけど、もう沖縄はもうどしっと、なんて言うんだろうな、まあ、ここで骨をうずめるつもりというかで今は生活してますね。で俺今住んでるこの場所が、まあ、海も見えるし、こっち側が朝日が見える側だから、そうすごいなんかこう朝のいい光の中瞑想したりとか、すごいそれが、まあ、精神的な安定感をすごい出してくれてて今、うん、そんな中で制作してます。行きましょう。超気持ちいい朝。いや、これすごいね。やばくない？最高だよ。これから大石林山へ行きましょう。ウィス。最高だね。あれ登るの結構でかい。え、登るの今日は。え、あれ？あれ。マップ？説。でかっ。音楽って、まあ、どんなクリエイティブもそうだと思うけど、アウトプットの作業じゃん。で、アウトプットをするためにはやっぱりインプットが必ず必要だし、そのインプットとアウトプットのバランスをすごい取れるのが沖縄だなと思ってて、だから、まあ、自分の意識の世界、精神世界の探求もこれから同時に進めていくし、その探求の中で生まれた気づきだったりとかがアウトプット音楽になってくると思うから、整った生活を繰り返していく中でできる音楽っていうのはすごいなんか俺の中では理想的というか、ただアウトプットするだけじゃなくて探求と修行を同時にやっていくっていうのが、うん、自分の中のすごい沖縄でやるメリットって感じてますね。いやこういうとこ来るとさ、自分のノイズがすごいクリアになるよね。よりね、自分にどういうノイズが残ってるのかすごい明確に出てくるから、課題が浮き彫りになりましたよありがとうございます。ムーブオン、レッツムーブオン。しばらくステイだな。調子いThank you.
マジ面白いな、なんか会話してるような気分だよね。音を出すと音楽、楽曲制作の方法に関しては本当多種多様で、人によって全然違うんだけど、自分の場合はまあ、基本的に伝えたいことっていうかテーマにしたいことはもういっぱいあるから、まずは感覚的な気持ちよさとかインスピレーションでこうギターを鳴らしてみて、なんか自分の心に響く音をギターで探して、それが見つかったらなんかそれを繰り返し弾いて、で繰り返し弾いてるとなんとなくこうメロディーが出てきて、でなんかメロディーが出てくるとそこに自分が持ってるそのテーマとか伝えたい内容とかっていうのがこう入り始めるというか、でそれでなんかふんふんふんみたいな歌い始めて、そこからだん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 形ができていく作り方は知ってるかな最近は。まあ今までは正直そういう作り方してなかったんだけど、全然当時はすごい、まあそれこそバズらせる、自分のコンテンツをバズらせるみたいなことばっかり考えてて、まあそれがある程度自分の中で達成できたなと思った段階で結構なんか燃え尽きちゃって、音楽は相変わらず好きだったんだけど、なんかモチベーションが変わってきたのがあって、オリジナルコンテンツみたいなのを出すっていうのはだいぶもうほとんどなくなったし、うん、でまあその当時 YouTube の収益がちょっとあったから普通に生きてはいけたんだけど、なんだろう、もう卒業したらもうフリーになっちゃったんだよね、いきなり。やっぱりみんなと違うことしててすごい不安に駆られることが多くて、でまあそんな中で俺がすごい当時見てた YouTuber の男の子がいて、まあすごいこうスピリチュアル系の男の子なんだけど、すごい瞑想をやってたから、なんか俺も正直全然意味わかんなかったけど、まあとりあえずもうやってみようと思って瞑想。ずっと続けていくうちに、そういうネガティブな思考だったりとか、そもそも思考自体がちょっと収まってきたイメージがあって、で瞑想をやめるとそれがまた戻ってくるんだよね。そう、それでああすごいなと思って伝えていきたいなってすごく思って、でそれがなんかある自分の中の使命のように感じるようになってきて、じゃあそれを伝えるために何がいいんだろうって思った時に、だん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 また音楽の素晴らしさをより思い出すようになったというか、音楽やろうっていう風にマインドが切り替えていったっていうのがあるかな。悪いとこはめっちゃ省いてますよ言っていいんですか。最初の方は8年前ぐらいとか、本当にマインドフルネスっていう言葉が浸透してなかったし、マジでマイノリティで、正直不安しかなかったですね。この人どこまで行っちゃうんだろうとか、ちょっと危ないっていうか、大丈夫かな、私ついていけるかなとかいう時期が本当に長くて、だけど今を思い返したら、歩の言ってたことって早すぎてっていうか、タイミングがちょっと私とはまたずれてただけで、今考え直すと本当にいい方向に導いてくれてたんだなって思いますよ。結局褒めてんじゃん思いますよ。孤独を知ってるもんね、多分。孤独は知ってるよやっぱ先端、最先端っていうかさ、やっぱ新しいところに行くから、でも仲間がね、なかなか最初はいなかったんじゃないね、それを多分リカちゃんとかが一番近くで見てたから、うん、行きやすくなってきてよ最近ビーガンもそうだけどさ、結構増えてきたし、メディテーションとかスピリチュアルとか結構浸透してきてるから、もうこの辺まで来ればもう大丈夫だ、もう孤独は感じないよいい時代だって、いい時代、本当に、はい。今日はですね、これからダイビング行きます。ダイビングといってもただのダイビングじゃなくて、
海の中のゴミを拾うダイビングです。まあ、俺ら落とし物って呼んでんだけど、落とし物拾いに行こうかなって。で、まあ、ちょっといろいろ何が落ちてるかとか、調査ダイブも含め、今日は茶壇の砂辺っていうエリアでトッティと潜っていこうと思います。トッティです。今日は水中の撮影を担当しています。お願いします。沖縄に3年前ぐらいに引っ越してきて、まあもちろん沖縄の大自然に触れる機会が当たり前に増えていったんですけど、そんな中ですごいダイビングにハマって行ってきます。ダイビングって呼吸にめちゃめちゃ意識を置くの。要は吸って吐いて吸って吐いて、自分の呼吸がめちゃめちゃ上がってるとその分タンクの残圧も減っていくから、なるべく自分の呼吸を一定にゆっくりしていくっていうのを意識するのね。でだから本当にこうマインドフルな作業 でそんな中でこう海の、中のこう景色だったりとか、魚たちの中にあるこう文化みたいなのがあったりとかっていうのをこう観察するんだけど、すごいそれがやっぱ楽しくて、まあ、今までもやっぱり自分がすごい大自然を一番の、まあ、恩師というか師として仰いでるから、いろんなことを教えてくれる大自然をもっと大切にしたいっていう気持ちがあるし、地球の自然環境がどんどん汚れていって汚くなっていっちゃったら、多分本当に人の心だったりとか、まあ、そもそも人間が生きていけない環境になっていくから、そこは何とかしたいなっていうのが思いがあって、その、まあ、人間が落とした落とし物を回収して、で、まあ、その時に写真撮ったりとか映像撮ったりとかして、SNS とかで、まあ、みんなに見てもらったりとかして、まあ、ちょっとこう啓蒙活動を最近はよくやってますね。まあ、ビーチクリーンも水中クリーンも本当なんて言うんだろう、もう地理もというか回収できるゴミも本当に少ないから、なんかそういう意味では歯がゆいことではあるんだけど、何より自分たちがやっててすごい楽しいし、なんかその楽しいっていうエネルギーをうまく活用して、地球にとっていい影響を他の人に対しても広げていけたらなとはすごく思ってますね。着きました。僕のお気に入りの場所です。すごい自分の中で腑に落ちてるのは、マインドフルネスっていうのは自分の、まあ、エゴを分解すると、まあ、思考とあと感情になるんだけど、その思考と感情と自分が切り離されるのね。まあ、簡単な説明の仕方をすると、思考ってあくまで僕の思考で、感情も私の感情じゃん。私は思考じゃないし、私は感情じゃないから、私の思考、じゃあ私って何なの。その私っていうその部分をすごい感じるようになってきて、自分が生きてる現実っていうのはすごくその基本的に思考と感情のフィルターで通って見てるから、本来の姿ではないんだなっていうのをすごい気づき始めて、その今までここにかかってたカーテンみたいなのがバーって開けていくと全然違う世界が見えてくるし、その世界をみんなにも知ってほしいし、その世界を見るためには瞑想っていうツールを使わなきゃいけないしっていうところで、これはどうしても伝えたいっていう風になっていったっていうのがすごいあるかな。一番得意です。一番得意。今までは音楽を楽しむための音楽だった。本当にもう音楽をすることが楽しかったから、みんなと一緒に、だからもう自分のための音楽だよね、言ってしまえば。自分のための音楽がもっと人のために、伝えるために共にあるツールっていう風な距離感になっていって、そうだからこれから作る音楽っていうのはいかに伝えるか、それにもフォーカスしていきたいなってすごい
思ってます。風に運ばれて海を漂って、 You better flow, 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 flow。